和6年国分寺市20歳の集い。令和6年1月8日国分寺市20歳の集いが開催されました。この番組は参加者のインタビューを中心にお送りします。この番組は総合学院テクノスカレッジとご覧のスポンサーの協賛でお送りします。社会は大きく変化、多様なライフスタイルを選べる時代、自分に合った働き方を見つけよう。さまざまな夢を持った人が32学科86コースのワンキャンパスに集結。一人一人に合った学びで自分のやりたいことがもっと広がる。その夢の先を見せる総合学院テクノスカレッジ。アスリートをやってて自転車競技やってるんですけど、今年の目標が全日本取ることなんで、全日本取って目指したいなって思います。もういつの間にか20歳で、気がついたら今日になってて、本当にこの1ヶ月なんてあっという間だったし、それまでの18超えたあたりからもう秒で20歳になっちゃったんで、成長できたのかって言われたら成長できてない部分もあると思うんですけど、まあこれから、まあ今専門学校でこれから就職して社会人になるんで、社会人になってからも成長していけたらいいなって思ってます。警察官になることで、で今第二なんですけど、第一からもその公務員の勉強してるので、まあ将来の夢を叶えるためにこれからも一生懸命勉強して絶対叶えます。頑張るぞ。自分の責任を持たなきゃいけないっていうことはやっぱり感じるようになってきたので、周りの人をなんか手助けできるような責任を持った大人になりたいです。看護師とか助産師になりたいっていう夢があって、その例えば身近な人に何かあった時にすぐ何か支えられるような存在のになりたいなって考えてます。で今看護を学んでいるので、その学んでることをどんどん頑張っていきたいなって思っています。なんか全然実感ないんですけど、これからはなんか自立して一人の人間として生きていきたいなと思います。恋バナできたことですね。普通に恋とかしないような人に見えたんで、あ、好きな人できるんだみたいな、それが僕の中で一番印象的ですね。とりあえず大学をストレートに卒業したいなって思います。東京都なんですけど、自然が豊かでここにいると落ち着くところが好きだなと思います。いよいよ大人になって、自立しなくちゃいけないなっていう気持ちで、緊張感と、あとこれからどんな大人になれるんだろうっていう嬉しさでいっぱいです。今までは両親に頼ってばかりだったんですけど、これからはもっと自分で独り立ちして、なんだろう、自分でいろんなことをできるようになりたいなって思っています。やっとスタートラインに立ったなという感じで、すごい恵まれた環境で育ってきたので、そうですね、これからいろいろ自分で決めることが多くなると思うんですけど、責任を持って、はい、進みたいなというふうに思います。大学で今軽音楽部でボーカルをやってるんですけど、ちょっとボーカルでちょっと有名になってみたいなっていうのはあります。はい、もう10代じゃないっていうので、20歳って節目って言われてるけど、やっぱもう10代、なんかもう学生気分じゃちょっとなくなってきて、もう大人の仲間入りじゃないですけど、なんかそういう風にちょっと感じるようにはなってきましたね。Thank you.
社会は大きく変化。多様なライフスタイルを選べる時代。自分に合った働き方を見つけよう。さまざまな夢を持った人が32学科86コースのワンキャンパスに集結。一人一人に合った学びで自分のやりたいことがもっと広がる。その夢の先を見せる総合学院テクノスカレッジ。私は動物関係の学校に行ってるんですけど、将来は動物看護師になりたいので、国家資格頑張りたいと思います。服飾の大学通ってて、将来はデザイナーとして海外でも活躍できるようになりたいなって思ってます。夢は今栄養士の学校に行ってるので、みんなに美味しいご飯届けられる栄養士になれたらいいです。なんか今大学に通ってて、高等学校の数学の教師を目指していて、数学の面白さとかを高校生の人に伝えられたら、数学が大好きなので、そういうことを目指して今勉強しています。僕は小中が国分寺市じゃなかったんですけど、それで縁が薄くなっちゃった子たちとかいると思うんで、もし会えたらもっと会ったり遊んだりしてきたらなってこれから思ってます。これから年を取るにつれて、いろんな人と関わる機会も増えてくると思うんで、その今まで自分にこれから自分と関わっていく人を、いろんな幸せにしたりとか、楽しく生きていければいいなと思ってます。これまでいろんな人に助けられて生きてきたんで、これからも助けられながら人を助けられたらなと思ってます。大人の仲間入りをしたということで、やっぱいろいろ親に頼ってた部分とかを自分でやらないとなとか、あとお金の管理だったりとか、生活をきっちり一人でできるようにならないといけないなっていうふうには思いました。グローバルなことを学んでて、この間まで留学行ってたりしたから、そういうのを活かせる職につけるといいなと思います。今サークルをすごく頑張っていて、すごく今青春できてるなっていうふうに勝手に思ってるので、残りの大学2年間もサークルのために頑張っていきたいなって思っています。今ダンスのサークル入っています。大会に3月にも出るんですけど、そこでいい賞が取れたらいいなっていうふうに思ってます。保育の方、なんか民事保育やっていて、古民家を借りて保育をやるってやってるんですけど、今そこ幼稚園の先生を募集しているので、なんか資格取りたいなって思ってます。もう20年も経っちゃったんだなってちょっと感慨深いです。私は、小さい頃から絵を描くのが好きで、今も美術大学で、絵の勉強をしてるんですけど、これからも、絵を描き続けてそれを仕事にしていけたらいいなと思います。大学で英語勉強をしているので、これから英語の先生になりたいなと思っているので、それに向けて勉強していきたいなと思ってます。最近いろんなことに新しく挑戦するようになったので、少し前より自分自身なんか精神ともに成長したのかなって思います。最近は大学でもかなりずっと好きなことをやらせてもらっているので、それをやらせてもらって、好きなことを好きにやらせてもらっているその環境に感謝する気持ちが大きいです。そうですね、学生と比べてやっぱり責任感っていうのはやっぱ一段と強くなったり、やっぱりそこら辺の責任を取るっていう重要性がまた一つ重くなったなとは思いますね。僕が今ちょっと英語を勉強してるんですけども、英語をもっと勉強してもう海外に羽ばたけるような人材になっていきたいなと思ってます。外人ととりあえずコミュニティして一緒に仕事したいなと思ってて、今英語勉強中です。双子です。一卵性の双子です。20年間兄です。弟です。やっぱり自分でいろいろなことができるっていうのと、それと同時にいろいろ責任感がついて、やること自分の行動について深く考えることが多くなりました。今留学行ってるんですけど、その留学先でやっぱりネイティブの人と心から本当にコミュニケーションが取れるようになりたいなって思います。今学生なので
これから社会人になっていくので、自分で生活していくことも考えつつこう頑張っていきたいと思います。さっき家族で殿ヶ谷と庭園に行ったんですけど、そこが結構緑がいっぱいですごい綺麗で良かったです。環境に興味があるので、その地球温暖化とかそういうお仕事についていきたいかなって思います。なんかもうみんなきらびやかで変わってて、もう小学生ぶりなので知らない間に時が流れてるなって感じてます。今まで一緒に過ごしてた人たちがまた一緒にここで会えて、すごいなんだろう、自分成長したんだなっていうのも感じましたし、なんだろう、これからもっとなんだろう、目標に向かって頑張っていこうっていうふうに真面目に思いました。はい、10代終わっちゃったなって寂しい気持ちと、まあ、20代になるので、で大人になるので、ちょっと精神的にももっと成長していこうって気持ちです。なんかいろんな角度から物事を見て考えられる人になりたいなって思います。大学生になってから時間ができて、すごいアルバイト始めてある程度お金が入ってきたので、稼いだお金で親に家族になんかいろいろ親孝行っていうんですかね、そういうのができていけたらいいかななんて思います。社会は大きく変化、多様なライフスタイルを選べる時代、自分に合った働き方を見つけよう。さまざまな夢を持った人が32学科86コースのワンキャンパスに集結。一人一人に合った学びで自分のやりたいことがもっと広がる。その夢の先を見せる総合学院テクノスカレッジ。大学卒業する年齢的には大人ですけど、まだまだ精神的には子供なんで、まあ、そこをまあ精神的にも大人になれたいなみたいな感じで思いましたね。はい、自然豊かなところで結構静かなんで、なんかどこにいても落ち着くのが結構国分寺のいいところかなって思いますね。保育士になるのが夢です。自分の幼稚園に通ってた時の先生に憧れてるので、その先生みたいになりたいなって思ってます。やっぱその自覚とか責任をやっぱもっと今まで以上に持っていかないとなとは思います。もう治安がとにかくいいっていうところですかね。やっぱ安心して暮らせる街だなって思います。まあ社会にしっかり出て、いろんな人と関わる中で人の手助けができるような人になりたいと思っています。二十歳になってやっぱこれから社会人になっていくんだなっていうなんか気持ちが今込み上げてきました。久しぶりに友達の顔を見れるので、どんなみんな姿になってるのかなって気になりながら来ました。めちゃめちゃ大人になっててびっくりしました。軸は変えずに自分らしく大人になりたいなって、大人かもしれないけど今思います。まあなんか世の中の役に立てればいいなって思います。いろんな子供に夢と希望を与えられるような大人になりたいです。最高最高。お酒を飲めるようになることです。人の役に立ちたいです。みんなが優しくて治安が良くて、やっぱみんなが大好きなとこですかね。和やかっていう人とか、まあ、緑も多いところとか、
私は結構人が多いところとかあまり得意ではないので、その公園だったりとかも広かったり、こうゆっくりできるっていうのが私は好きだなって思います。お互いダンス頑張ってて SNS ではやり取りしてたので、ね、やっと再会できたって感じです。はい、小学校の低学年からずっと同じサッカーチームでやってて、それから中学まで、で今もちょっと仲良くしてもらってるって感じですね。いや、まだ子供っぽいっすと思いますね。いや、まあちょっと大人になっちゃったなっていう悲しい気持ちもあります。社会は大きく変化。多様なライフスタイルを選べる時代。自分に合った働き方を見つけよう。さまざまな夢を持った人が32学科86コースのワンキャンパスに集結。一人一人に合った学びで自分のやりたいことがもっと広がる。その夢の先を見せる。総合学院テクノスカレッジ。ここまでなんか育ててくれたお父さんとお母さんに感謝の気持ちを伝えたいなと思いました。これまで育ててくれたお父さんとお母さんにありがとうっていう気持ちを伝えたいです。母と父と、あと一緒に住んでいるおじちゃんおばあちゃんにまずお礼したいです。あ、自分を育ててくれた方々とか、今までの環境でかかってきてくれたみんなに感謝をしたいなと思ってます。中高の友人に感謝したいなって気持ちです。中学校の時の吹奏楽部の顧問の先生にお礼を言いたくて、今までやっぱ吹奏楽続けてきてられるのは中学校の時に楽しいっていうのを教えてくれた先生のおかげであると思うので、お礼を伝えたいなって思います。まあ、家族の方々に、まあ20年間育てていただいて、ありがとうございましたというふうに伝えたいです。育ててくれた親です。二十歳まで育ててくれてありがとう。大好きだよ。お父さんお母さん、今までいろんな迷惑をかけてきたけど、ここまで大きく成長することができました。これからもよろしくお願いします。ここまで育ててきてくれた、まあ、親とか、まあ、その身の回りの友人とか、まあ、いろんな人に ありがとうという気持ちを伝えたいです。まあ、親ですね。本当に中高専門と迷惑ばっかかけてきちゃっていろいろあったんで、本当に謝りたいところが多いんですけど、それでも見放さずに二十歳まで育ててくれて、これからもずっと世話になっていくと思うんで、逆にお世話してあげられるような子供になれたらいいなって思ってます。親とか、あと自分陸上やってて、その指導者に結構恵まれている環境で生きてきて、その指導者が監督すごい挨拶とかそういうのはすごい厳しい人で、それで自分は結構、まあ、学べて、そういう挨拶とか名誉な人の接し方とかそういうのが恵まれて、すごい感謝してこれからもお願いしたいです。私は母に感謝を伝えたいです。今まで20年間なんだろう、たくさん迷惑かけてきたし、だけどずっと支えてくれて、母がいなければ私は今いないと思うので、この20年間本当にありがとうってことを伝えたいです。お母さんとお父さんです。なんか今までたくさん迷惑かけてきたけど、ずっと支えてくれてすごく感謝してるので、感謝伝えたいです。ありがとうございます。やっぱり両親です。今日という日を迎えられたのも両親のおかげなので感謝しています。両親ですかね。ここまで育ててもらったんで、
いや、それはまず家族、お父さんとお母さんにちょっと感謝をしたいですね。はい、ここまで育ててきてくれてありがとうっていう感謝をしたいです。お礼を言いたい人は、まあ、もちろん家族ですね。ここまで、まあ、さっきの彼と同じようになるんですけど、やっぱここまで育ててくれたのはやっぱ両親のおかげかなっていうふうには思ってます。友達と、関わってくれた友達と、あと家族に感謝を言いたいです。ありがとうございます。関わってくれた全員に感謝を伝えたいです。特にお母さん、お父さんありがとうございました。関わってくれたみんなにも言いたいです。こう社会が成り立つ上で結構いろんな人が関わってるなっていうことをすごく最近実感してるので、そういった人たちにも感謝が大きいですね。これまで育ててくれた親への感謝の気持ちっていうのがすごい今になってすごい実感できてて、母と父にすごい感謝してます。親と周りにいる友達に感謝伝えたいです。関わってくださった方々がいての私だと思うので、楽しいことも辛かったこともいろんなことがあったと思うんですけど、そのすべてにありがとうと言いたいです。一番は家族ですね。その中でもおばあちゃんに感謝を伝えたくて、もう父子家庭で育ったので本当に母親の代わりのような存在になってくれて、20年間精一杯おばあちゃんなりに母親代わりをしてくれたので、とてもそれは感謝しています。お父さん、お母さん今までありがとうございました。これからもよろしくお願いします。お父さんとお母さん、今までありがとうございました。これからもよろしくお願いします。まあ、自分は小中国分寺じゃなかったんで、まあ、その時に小学校の野球チームの人たちはすごい温かく迎えてくれたんで、まあ、その子たちに感謝を言いたいなと、まあ、もう一回遊びたいなって思いはあります。そうですね、まあ、家族ですけど、まあ、特に弟にまあ感謝したいですね。今までまあいろんな自分の人生をまあ支えてきてくれたりしたので、まあ、これから自分もその弟を支えていけたと思ってます。まあ家族に、はい、今までいろいろ支えられてきたんで感謝してます。すごい悩みだったりとか、相談とかはとても親にしていたので、両親にはとても感謝しています。ありがとうございます。家族に伝えたいです。大学生とかになってお金とかたくさん使うなって思ったので、すごいいっぱい感謝します。それはもちろんお母さんありがとうございます。お母さん、まだまだバカでガキの私ですけど、これからもお願いします。お母さんね、今までいろいろ迷惑かけてきてしまったし、これからもかけてしまうかもしれないけど、なんかいつも楽しくもう場を盛り上げてくれるので本当に感謝してます。親に、まあ、大学ここまで通わせてもらってるんで、まあ、それの感謝とここまで育ててきてくれてありがとうっていう気持ちを伝えたいです。まあ、両親に、まあ、今まで育ててきてくれてありがとうっていうのと、まあ、これから頑張りますっていうのを伝えたいですね。両親なんですけど、高校も大学も私立に通わせてもらってるので、まあ、すごい高いお金とかも払ってもらってるので、まあ、やっぱ20年間今まで育ててもらってありがとうってことと、まあ、これからもよろしくってことを両親に伝えたいです。お父さんとお母さん、20年間大切に育ててくれてありがとうございます。これからもよろしくお願いします。両親、20年間怪我なく健康に育ててくれてありがとう。両親は本当にここまで、双子なんですけど一緒に育ててくれたことは本当に感謝してるし、友達もすごい支えてくれたり、友達がいなかったら乗り越えれなかったこととかいっぱいあるので、ありがとうって言いたいです。親には感謝したいですね。大切に育ててくれたので、感謝したいです。まあ、両親に、目の前にいる両親に感謝したいですね。はい、両親もそうですし、小学校、中学校、高校とかの先生とかにもお礼をしたいなって思いますね。やっぱり両親ですかね。育ててくれてありがとうございますって伝えたいです。やっぱり両親で、まあ、自分を
まあ、ずっと支えてきてくれて、まあ、大学受験の時とかも結構辛いことがたくさんあって、それでもずっと支えてくれてて、今もすごくありがたいことに頑張ってくれているので、そんな両親にありがとうと言いたいです。もちろん親にも感謝してるんですけど、自分お兄ちゃんがいて、で小学校とか、まあ、中学校とか、まあ、小中高ずっとやっぱりいろいろ大変な時とかも裏からいろいろ支えてくれたので、まあ、両親もそうなんですけど、やっぱり一番はお兄ちゃんに感謝したいと思います。ありがとうございます。まあ、両親も含めお姉ちゃんも感謝していて、やっぱ8個上なのでいろいろサポートしてもらっててありがとうございます。無事成人できました。いや、お父さんお母さん、ありがとう。まあ、僕も20年間ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。まあ、まず両親に感謝の気持ちを伝えたいです。20年間まあ、すごいいろんなサポートしてくれてありがとうって気持ち、あとまあ双子がいるので10年間すごいいろんなところで切磋琢磨してきて、まあ、ありがとうって伝えたいです。家族はもちろん、そのなかなか言う機会がないのでお礼を言いたいというのはもちろんですし、あとは今まであったすべての方、中学小学校でももちろん、中学高校も大学もすべて本当に新しい方々と、すごい素敵な方々と出会えているので、本当にその環境を作ってくださったすべての方に感謝したいと思っています。お母さんにありがとうって言いたいです。お母さんに今まで20年間育ててくれて本当に感謝でいっぱいです。もういつか絶対親孝行してお返ししたいと思ってるので、ちょっと待ってください。ありがとうございます。やっぱり、両親には、ここまで、まあ、体的にも精神的にも大人にさせてもらって、まあ、いろいろこう何不自由なく暮らさせてもらったんで、まあ、親にはもうこの式典終わった後も感謝をずっと言い続けたいなと思います。ここまで育ててくれたもう全員に本当に伝えたくて、まあ、特に親とか、伝えたいですね。ありがとうって。今もずっと実家に暮らしていて、両親に感謝を伝えたいなと思います。やっぱ両親にすごいお世話になってるので感謝伝えたいなって思います。父親ですね、結構、厳しく育てていただいたんですけど、それがすごい、今となっては社会を出る一方として強く厳しく育ててくれたので、すごいこれから強く生きていこうと思います。お母さん、お弁当作ってくれてありがとう。両親に、一人暮らししてるんですけど、金銭面とかいろいろ支えてくれてありがとう。親に感謝したくって、やっぱりどんな時もいつも私の意見を尊重して育ててくれたので本当に感謝してます。はい、まあ、まずは両親にお礼を言いたいです。まあ、結構手間のかかる子供だったので大事に育ててくれてありがとうって言いたいです。番組は総合学院テクノスカレッジと御覧のスポンサーの協賛でお送りしました。